い、どうもチャース、レオシグです。今回は、ガエンのミニフルコーン、こと、ナラティブステになります。はい、まあ今回もね、彼から視点いただいたわけなんですけど、ちょっとまあフルコーン以外にもなんか乗れないのって言われて、まあ俺自身、ガエンがフルコーン以外に乗ってるとこってそんなに見たことなかったんだけど、まあなんか乗れないって言ったら、あ、秘蔵のいいキャラがいますよ。って言われて出されたのがこの、ナラティブです。まあ、なんか確かに乗れそうだなというか、まあなんか2000番フルアマニコンって言われると、あ、まあ確かにわからんでもないなーっていう。まあそういうキャラコンセプトが似てるところあるんですけど、それにしてもね、なんかこう期待通りというか予想通りの立ち回りでしたね。はい、まあもう開始6秒ぐらいで抜いてるんですけど、そんな感じで、ガエンの、ミニフルコンこと、ナラティブ視点見ていきましょう。さあ対戦相手がデッサイズヘルとファントムの編成、相手のスーパーマ格闘というか今のはビリガか、まあそれもお構いなしにこちら特化格闘で投げ払ってと。さあ開幕からかなり試合展開が早い。隣はカップルですね。さあカップルがゲロビで覚醒をさせられるが変わらず、さあこちら、しっかりねこれ、まあ開幕シー装備にはなったんですけど、この格闘チャージのねバリアはちゃんと覚醒の時に残してましたね。そこら辺はお利口さんですね。さあ、といったところで、相手がどちらも覚醒入って、とりあえず押した感じですかね。なんかさ、最近この隠し技、ノーリスクみたいになってるけど、割と硬直長えからな、あれ。さあ、といったところで、最終段割としっかり動きますね、あとあと。さあ、カップルのマシンガンとかいろいろ相まって、ここは落とされず済んで、さあ、相方のアシストにもお買い物なしにこちらが追撃入れようとして、もう好き放題やってんな、ほんと。さあ、といったところで、ファントムの変形格闘に一回音髪いただいて、それは当然だわ。さあカブラの方はまあ落ちてから減ってない状況か、まあこっから外縁に落ちで作れれば一番理想的か。さあカブラもしっかり自衛してくれている。ここで C 装備、さあ果たして B 装備使った時間え？なんか一落ち目に落ち目合わせてもなんか10秒ぐらいしか使ってないような気がしますが、さあここでカップルにハンマーで吹っ飛ばされるが、まあ、外縁慣れてるんで気にしない。さあ、こちら、バリアで再び覚醒で、これ強いですね。バリアと一緒に覚醒を吐けるのは。で、今回は F 覚醒をチョイスしてるが、ここはデッセルに振り返されて、ゴシゴシされてと。さあ、といったところで、ラストはカップルの方が決めて勝利ですね。はい、といった感じの1試合目でした。ちなみにね、このペア見覚えあると思いますけどね、ミネネをスナイプしてる時についでに撮った動画になります。はい、じゃあ2試合目移りましょう。なんか、ガエンって何乗ってもこういう立ち回りしそうだよな。なんかこういう危ない立ち回りというか。彼のね、サバーニャとか見てみたい感じするけどね。はい、といった感じで、じゃあ2試合目見ていきましょう。対戦相手がライトニングガンダムフルバーニアンとフラマーダブルゼータの編成。さあ、今回はね、開幕シー装備にはならず、しっかり丁寧にスタートしているかと思ったが、メインからしっかり今下角仕込んでたね。で、この下角等がね、最近ちょいちょい注目され始めてきてんのかな。なんかちょいちょいね、強い強いっていう声見かけるんですよね。まあ、なんか俺自身はあんまり振られたことないからわかんないんだけど、なんか乳がんの下角みたいな感じでかなり判定が強いとかなんとか。まあ、皆さんお試しあれ。といったところで、まあ、今回はね、しっかり、NTD まで回してますね。さあ、これ、壁際はしっかりこちら、ビームサーベル投擲当ててから突角で追撃と、いいですね。さあ、このまま解放してる状態で、機動力の遅いね、フラマーダブルゼータね、あのサブ予見のきついからね。といったところで、張り付いてはいたが、ここでしっかり、まあ、割といいタイミングで、C 装備になってと。さあ、N 突角から、ビームライフル入ってはいたが、しっかり隠さず追撃で落ちる。ちなみにこのビームライフル、突角の、うおぉ、まあ、気にしないでいこう。突角のビームライフル、あれ結構補正が悪いみたいで、まあ、今の落ちるかなと思ったけど、さすが覚醒技ですね。さあ、といったところで、後ろからいろいろ来ているが、ここは板挟みにあって一度落とされてと、板挟み、挟み撃ち。さあ、ズダも、まあまあまあ、まだ何度か持つでしょう。その辺でしっかりライトニング落としに行きたい。さあ、ここは速攻を脱いで、しっかり突角当たるかと思ったが、ここは紙一重で避けられてしまった。さあ、メインからしっかり N 読者まで繋がれてダウン取れて、なかなか手堅い立ち回りされてるんで、こっちも攻めにくいか。まあなんか、フルーコーンよりはね、割とまだ勢いがない。いや、ちょっと待って、勢いがないっていうか、単純に食らいすぎだろ。やばいですね、これちょっと。まあ、こうなると、俺が、あれかな ?1 落ちの外に、3落ちの展開になっちゃうのかな負け数字だと。さあ、まあちょっとそこら辺も危ないんで、とりあえず外縁1回落ちてもらいたいですね。さあ、外縁さっきまでいいバリアの吐き方していたが、バリア忘れてねえか。さあ、思い出したかのように、溜めて、出して、おっと、これはさあ、突破から、覚醒技で落として勝利と。はちゃめちゃすぎだろ。ちなみにね、今のコンボ、すごい雑に見えて、すごい減るコンボなんですよ。特化格闘のバーンの部分を3回当ててから覚醒技でなんと350と。じゃあ3試合目いきましょう。
はい、続く3試合目、対戦相手がダブルオーガンダムと X 数回の編成です。見ていきましょう。開幕相手がちょっと怪しい動きしていましたが、X 数回の方がね、知り合いの方なんでお気になさらず行きましょう。さあ、そして、ガエンね、この開幕のね、NTD が確か25秒だか26秒だかで溜まるんですよね。そこまで我慢できるかな、C 装備。まあ、そこら辺も見ながらね。さあ、そろそろ溜まりそうか。多分これ、まあ、タイマー見てりゃわかんだけど、25秒か、多分今見た感じ。まあ、開幕の25で溜まって、まあ、タイマーの方だと185で、この NTD が溜まるんで、これね、対戦するときしっかり覚えておいた方がいいかなと。まあ、いきなりね、解放されて、サブ出されてってなると反応できないこと多いからね。さあ、これ、ガエンがサブ出して格闘振ってのいつものセットプレイ。なんかガエンこれよくやるんだけど強いんだよね。さあ、そこからしっかり前角特化合成で最高キャプチャーつないでと。いや、減るね、ほんと。さあ、ダブルを覚醒吐かせて、カップルの方行くかと思われたが、こちらに前角と振っていった。さあ、そしてそこからの出し切りからの覚醒技ですね。あれ、入るんだね。さあ、そしてこっちバリアは吐くが覚醒は溜まっていなかった。さあ、カップルの方も落ちて、こちら覚醒溜まったが、これは吐けるか。さあ、とりあえずは吐いていって、ここは一回相手動かしながら壁際で角と挟むが、さあ一度 X 数回のカットが入ってしまい、なんも考えてないね。なんも考えてないね。さあ、しかも負けるんだね、振り合いね。さあ、振り合い負けてしまいと、フルコーンなのかってたのかな。まあ、ナラティブのなんか横ってあんまり強いイメージないけど。さあ、といったところで、一落ちしての、まあ、一落ち後は火炎はほぼ確で C 装備になるんですが、今回ちょっと遅いですね。なんならこれ NTD 回す展開か。まあ、割とカップルの方がしっかり持てるから、あれかな、多分体力持ってるから、ここは一回回す展開になるんですかね。さあ、ダブローのミレで結構耐えられてしまってる。さあ、ダブロー、ここで覚醒吐いて。これがこっちにぶつかるとちょっと怪しいですね。さあ、ここでしっかり今、あれですね、解放した時の NTD 解放した時のサブ射撃で、立てして、迎撃してと。いや、いいですね。さあ、そのままラストは F 覚醒で決め切って勝利と。はい、という感じの3試合目でした。ええやん、あんた。てか、あれね、なんか、サブ立てというか、まあ、解放立てというか、なんかあれ、フルコーン味ありますね。フルコーンの、シードファンネルと似たような感じしますね。じゃあ、ラストいきましょう。はい、本日ラストが対戦相手が決まりすビダールとナラティブの編成です。見ていきましょう。さあ、このキャラビダールには振りに行けるのか。なんかお前のさ開幕脱ぐ基準が俺には理解できないんだけど、格闘機相手ってことか。まあなんか開幕のねファントム戦だったりもすぐ脱いでたし、まあなんかそういう彼の中での使い分けがあるんでしょうね。フルコーンもそういう使い分けしてほしいけどね。フルコーンだってもうほぼ隠れ脱ぐじゃん、あれ。さあ、といったところで、ちょっとカップルダブルロック気味なんで、こちらしっかり前出ていってと。さあ、勢いよく前角振りに行って止まらないね、ほんとね。さあ、前角ちょい当て、特化合成を2回入れていいダメージ持っていってと。なんか、あれだね、フルコンでも前角振ってるし、こっちでも前角振ってんな、こいつ。さあ、そのまま、前角振りすぎでは、ここ一回ビダルに音亀もらって、ダインステーブまでいただいてと。さあ、カップルもちょっとダブルロック辛そうか。とりあえずこっち、覚醒は吐くのか、これは。さあ、さすがにこれは吐きましたね。さあ、だが、いや、下がんないんで、行っちゃうんだ、そのままね。さあ、落としは切れなが、落とし切れはしなかったが、しっかり覚醒中にダメージを入れられましたね。いや、何も考えてないね、その覚醒、本当に。おおはははは、カップルは犠牲となったのだ。さあ、犠牲になったにもかかわらず、ガエンも一緒に落ちていくと、なんかあそこ、綺麗に刺さりましたね。さあ、ここの2落ち目がね、ちょっと気になるんですよね、ガエンさん。果たしてこれ NTD になるのか、それとも C 装備にすぐ完走するのか。まあ、そこで見ながら行きましょうか。さあ、とりあえずは、ナラティブを2落ちさせるのが一番早い展開ではあるんですが、ビダールもそれを分かって結構前気味に立ち回ってきていますね。なんで、来るビダールをダブルロックで倒すのもありか。さあ、とりあえず NTD 回す展開ですかね、今回は。さあ、しっかりこれ、今のはブメランじゃない、ビームサーベル投擲で迎撃してと。これ格闘技相手ほんと強いな。攻め、迎撃、どちらも強いのはいい武装ですよね、ほんと。さあ、リタちゃん、当たったがメイン追撃入らず、さあ、相手のナラティブに、先ほどの仕返しをされて、攻め系うまいことされましたね。さあ、攻め系ごときで止まらないのが外縁だった。ラストはカプルのハンマーとなんか、今ごっちゃになってたけど、多分カプルが落としたのかな、ベクトル的に。ですね。はい、といった感じのラストでした。といった感じで、ガエンのミニフルコンことナラティブ視点でした。いや、すごかったね。エンディングいきましょう。
はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ガエンのナラティブ視点。いやー、確かにミニフルコーンって言われればうなずける立ち回りでしたね。まあなんか格闘ブンブンとかは、まあもちろんのこと、乾燥のタイミングだったり、まあ C 装備になるタイミング、またはね、B 装備で維持し続けて、B 装備の NTD を回していくっていう、まあそこの使い分けだったりがね、割となんだろう、こう、しっかりしてたというか、ちゃんと考えられてんなーって思って、まあ割とやり込みは見えるのかな。ちなみに、割と星7ぐらいまで乗ってましたね、ガエンのナラティブ。はいはい、といった感じで。まあなんかいいね、こういう同じ作品というか、まあ同じ系列の機体をね、なんか帝国高校で持ってんのって。いや、俺もね、フラマダブルゼータ乗ればね、ゼータフラマダブルゼータでいけるんだけどね。はいはい、まあといった感じでご視聴ありがとうございました。次回の動画は、俺の非常に雑な言いかくる手話しか残ってないから、そろそろ取り溜めしていきます。いや、本当にね、違うんだよ。これね、ガエンのね、ガエンがナラティブ出た時に1号と組みたいって言われて、まあ多分2000で暴れられるから。まあ1号と組みたいって言われて、まあ最初カプレとか、あとズダとか乗ったんだけど、まあいかんせんこの立ち前だから追いつかないんですよ、俺側が。ね、なんか割と孤立しちゃってっていう展開があったから、ルシファーでやったらね、まあ確かに噛み合って、まあ動画も撮れたんで一石二鳥だったんですけど、外縁に影響されたせいかね、いつも以上に振っちゃってる視点撮れちゃったから、いや、これいいのかなーなんて、まあそんな感じでちょっと葛藤がついております。はいはい、まあ、といった感じで、次回の動画もお楽しみに。あ、じゃあ、あとね、最近ね、ポケダン配信がね、生きがいすぎて、まあ、皆さんもぜひ見に来てください。あの、ね、有名コテの、ね、あの、ポケモン、仲間にしたポケモンに、ね、有名コテの名前をつけて遊ぶっていうね、非常に良くないゲームをしておりますので。はいはい、まあ、といった感じで、じゃあ次回の動画もお楽しみに。バイバイ。